カツ文長は、落語家の名跡。東西の落語会で確認できる限りでは、東大は五代目であるが、代数は不詳であり二代目ということになっている。東大の死後は秋名跡となっている。東西で確認できる、文長の名。二代目カツ文長は、東京都新宿区生まれの落語家。本名、田上高明。出林。 劇猿。キャッチフレーズは、寄せに最た一輪の白有利。1952年7月、山遊亭金太郎に入門。前座名は、ターボー。1955年、山遊亭金時に改名。1958年、師匠金太郎が二代目、桂小南を襲名したため、翌年1月の2つ目昇進で、桂小西に改名。 1970年4月に、新内昇進、二代目勝ツ文長を襲名。1975年に、文化庁芸術祭優秀賞を受賞。また、4月から1997年8月にかけて十代目、柳屋小三治、九代目入選定大木橋と、三人、話をスタート。1978年に、 放送演芸大賞落語部門賞を受賞。1984年1月に、桂文章、桂南京、文章の弟子桂金地と共に、落語芸術協会を脱退し、5代目、柳屋古参文家として、落語協会に移籍。2005年、原発不明眼の試め死去。63歳没。ありがとうございます。